無印のお茶はこれ。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは普段どんなお茶飲んでいますか？毎日飲んでいるけど全然痩せないなんという方は、実は太るお茶を選んだり、または太る飲み方をしているからかもしれません。そこで今回は腸活ダイエット整体師の私がおすすめする無印の痩せるお茶3選お伝えします。目次です。1、お茶のダイエット効果について。2、痩せるお茶の選び方について。こことっても大事、ここを間違えると逆効果。3、無印の痩せるお茶3選。4、痩せる飲み方、ここ知らないと損します。ぜひ聞き逃さずに最後までご覧ください。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も健康で綺麗にキラッキラ輝く女性を増やしたいなって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきまして、お役立てください。では早速参りましょう。目次1はこちら、お茶のダイエット効果についてということで、痩せるポイント3つにまとめてお伝えします。まず1つ目のポイントはこちら、あなたの腸内環境が整うです。その理由は、腸内環境が整うと痩せ菌と呼ばれるこの善玉菌を増やすことができて、痩せ体質へと生まれ変わることができるからです。例えばどういうことかと言いますと、腸内に善玉菌たちが増えてくれると、あなたの腸の動き、蠕動運動がとても活発になるんですね。そうすると体内に溜まっていた老廃物ですよね、便などがどんどん体の外に出てくれます。そうすると結果代謝も上がりますので、おのずと体重を減らすことにつながります。この他にもこのお茶の効果として体を温めてくれる効果もあるんですね。そうすると腸が元気に動きやすくなってくれます。結果腸内環境ますます整いますし、なんといっても体温がたった1度上昇するだけで、あなたの基礎代謝は12から 13% もアップしますから、代謝がどんどん良くなって、結果脂肪燃焼効果も高くなります。なのでポイントは、このお茶を飲むとあなたの腸内環境が整うということです。では痩せるポイント2つ目はこちら、このお茶は全て無添加だからになります。理由は、無添加のものを飲みますと内臓に負担をかけずに痩せ菌たちを増やすことができるから。例えば痩せるお茶なんだけれども、飲みやすくするために人工甘味料などを入れてみたり、もしくは長期保存させるために必要な保存料を入れてみたりと、このような添加物がたくさん入っているお茶を飲むことで逆に太ってしまいます。例えば人工的な甘味料でしたら、こういったカタカナで書いてあるようなですね、アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどなど、こういったものがもしお茶を手に取った時の原材料に入っていたら買わない方がいいです。それはなぜかと言いますと、こういった人工的な甘味料は砂糖の数百倍の甘さがあるにもかかわらず、カロリーゼロとかね、こういったものは脳があれおかしいなって思うんですよね。なんでこんなに甘いのにカロリーが足りないのって。そうするとあなたに大変大変って、もっとカロリーちゃんと取らなきゃと思って命令するからこそ、あなたはますます甘いものが食べたくなってしまうということで、味覚異常になっていきますし、何よりも中毒症状があるとも言われています。なので痩せるポイント2つ目は無添加であること。そして痩せるポイント3つ目はこちら、ノンカフェインのお茶ということです。その理由は、脂肪を溜め込みにくくしてくれるから。例えばカフェインを取りますと、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されるんですね。このコルチゾールには脂肪を溜め込みやすくしたり、また水分を溜め込むので、むくみの原因となってダイエットを妨げます。またカフェインは自律神経の交感神経ですね、やる気スイッチをオンにしてしまうので、その間腸が動きにくくなってしまうんです。またカフェインを過剰に摂取してしまいますと、例えば人によってはめまい、不安感、動悸、そして不眠症、吐き気、頭痛などなど、
健康被害をもたらす原因ともなりかねません。このように食品からのカフェインの摂取は国際機関においても注意喚起が出ています。ただ一方でカフェインの適量の摂取は運動時などに摂取すると脂肪燃焼効果がアップしますよっていう最新の研究結果も出ています。ですからカフェイン飲料を飲む時は飲む量とタイミングが大事なんですね。ただ総合的に見て健康的なダイエットしたい方はノンカフェインがおすすめです。では目次にです。痩せるお茶の選び方ということでポイントは、そう、先ほどお伝えした無添加のお茶を選ぶことになります。その理由はここ知らないとね、逆に太るお茶をわざわざ買って飲んでしまうからでしたね。では実際にどのように選べばいいのということで実践はこちらです。まずお茶を手に取った、そして裏の原材料名をチェックしてみた。そこに材料がいろいろ書いてありますね。で途中にもしもこのスラッシュがあったら、スラッシュ以降に載っているのが全て添加物ですから、一番いいのはこのスラッシュがないこと、もしくは新しい表記になっている商品に関しては原材料に添加物が入っていません。その下の別枠にちゃんと添加物は〇〇ですと別枠で書いてありますから、この2つのポイントをよくよく注意して見て選びましょう。このように無添加のお茶を選ぶことがとっても大事です。ではお待たせしました、目次3です。無印の痩せるお茶参戦。まず1つ目はこちらです。無印のハーブのお茶、有機ルイボスティーということで原材料を見てみましょう。有機ルイボスティーかっこ南アフリカというこの一つだけ。中はティーパックになっていまして 18g ですね。 1.8g かける10袋入りになります。そしてお値段は、ちょっとレシートを見ますね。お値段はですね、有機ルイボスがこちら290円です。私はですね、個人的にこのルイボスティー大好きでよく飲むんですけれども、こちら無印さんのルイボスティーも気に入っています。でルイボスティーはまず脂肪燃焼効果があります。そしてね、酵素の力でなんと痩せ菌たち、善玉菌を増やすこともできますし、女性にとって嬉しいのが植物性の非ヘム鉄ということで鉄分も取れちゃいます。では2つ目はこちらです。オーガニックハーブティーアップル&ルイボスになります。原材料名見てみましょう。有機ルイボス、有機アップル、有機ローズヒップに有機エルダーフラワーまで入っています。量はこちら 16.2g ということで 1.8g かける9袋ですね、入っています。先ほどのルイボスティーをベースにこちら3つ入ってましたよね。まず有機アップルということで、リンゴは体を温める果物なんですね。なので体温を上げる効果もありますし、そして次にこのローズヒップ、これがですね、脂肪燃焼効果があるんですね。それはティリロサイドという成分のおかげになるんですね。で特に運動前に飲むと脂肪燃焼効果がアップすると言われています。また水溶性食物繊維のペクチンが豊富なんですね。すると善玉菌たちの餌になりますから、乳酸菌等々が増えて、またまたお腹すっきりデトックス効果も期待できます。そして最後に含まれていたこのエルダーフラワーですね、めちゃくちゃデトックス効果高いですね。なのでどんどん体のゴミですよね、老廃物出していただきたいなと思いますし、香りがね、ちょっとこうマスカットに似たようなこう爽やかな香りがしていて、睡眠効果もアップすると言われているんです。なのでこのドリンクでしたら、まあ、例えば運動前でもいいですし、寝る前に飲むのも OK ですよ。なんといってもノンカフェインだから安心ですよね。そしてこちらお値段が390円です。そして3つ目はこちらです。オーガニックハーブティーのアップル&ジンジャーになります。こちら1袋あたり 18g ですね。 2g かける9袋入りとなっています。そして原材料がこちら、有機アップル、有機ジンジャー、有機ブラックベリーリーフと最後有機ローズと、この4つのみでできています。そしてお値段は先ほどのお茶と同じで390円です。そして私個人的にはですね、このお茶が一番気に入って今飲んでるんですけれども、
やっぱり有機アップルですね、やっぱりリンゴとあとこのジンジャーですね、生姜が飲むとこの季節すっごく体がこう温まるんですよね。もうポッカポカになりますからと気に入って今の時期飲んでるんですけれども、やはり生姜は体を温めてくれますから代謝も上がってデトックスですね、脂肪燃焼効果もアップします。そして私たち女性にとってもめちゃくちゃ嬉しいのが有機ローズが入ってるんですよ。これがね、女性ホルモンのバランスを整えてくれると言われていて、すごく気に入ってます。特に生理前でイライラするとかね、食欲暴走っていう方はこのお茶おすすめします。以上、この3つのお茶はこちら有機栽培オーガニック商品なんですね。有機栽培は有機肥料を使って禁止されている農薬や化学的な肥料を使わない栽培法です。このように有機規格をクリアした JAS マーク認定の商品なので安心安全ですよね。よく聞くオーガニックも有機栽培と同様の扱いということになります。なので有機栽培オーガニックイコール完全無農薬ではありません。もちろん完全無農薬が一番いいんですけれども、そうでない場合はやはり積極的にこういった有機栽培オーガニック商品を選びますとより安心安全ということになりますよね。では目次4です。痩せるお茶の飲み方、ここ知らないと逆に太りますから、しっかり最後まで聞いてくださいね。ポイント3つあります。まず1つ目、どんなにお茶でも飲みすぎてはいけませんということでね、だいたい1日に 1,2 杯程度で十分です。また使用しているハーブによっては小さいお子様や妊婦さん、もしくは持病をお持ちの方は一度しっかりとお医者様ですよね、医師に相談して飲むようにしましょう。そうしないとアレルギー症状が出たりとうんぬんありますので気をつけてください。そしてポイント2、必ずホットで飲みましょうになります。よくあるのがお茶を作ってそのまま冷蔵庫で冷やして、そして飲む直前に氷を入れて飲んでますという方、ダメです。逆効果、内臓特に腸が冷えてめちゃくちゃ代謝が落ちて逆に激太りしますよ。ですからどんなにいいものも冷たくしてしまっては NG です。そしてポイント3は、ぜひ様々なお茶を試してくださいってことですね。ご自分に合う合わないはそれぞれ個人差がありますから、まずは 1,2 ヶ月飲み続けてみて、あ、これいいなと思ったらぜひ続けてみてください。ここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩をすでに踏み出していらっしゃいます。素晴らしいと思います。実際にこの腸活ダイエットで1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロを達成した方が多く出ていらっしゃいます。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から生まれたこの腸活ダイエット、具体的なポイント取り組む方法を動画4本にまとめて今無料でプレゼントしています。受け取り方法です。この動画の説明欄の下ですね、無料の公式 LINE ご登録いただきますと動画受け取っていただけますので、ぜひご登録してお役立てください。今回の動画の大事なポイントまとめです。ぜひぜひノンカフェインで有機栽培オーガニックの無添加のお茶を選ぶこと、そして飲み方は1日 1,2 杯程度のホットでまずは 1,2 ヶ月続けていきましょうでした。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみたらこうなりましたなどなど、ご自身のオリジナルのレシピですね、そういったお話をコメントにいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。今私がハマってるレシピ、ご紹介したお茶にこちらですね、純リンゴ酢をだいたい大さじ2分の1杯程度入れて召し上がっていただきますと、さらにダイエット効果がアップ、美味しいのでおすすめです。